神タンか。面倒ね。これ X あるね。書店の方とは X の気配。これ X 春焼きくんじゃね？この流れ。グノー引くしかねえな。はい、予想通り。これがオセロニア。じゃあ、コウマルさんにお任せかな。まあ、取ってくるか分かんないけどね。さあ、それ強いよ。さあ、アザスからの。さあ、2万お返ししといて。さあ、勝ちガード。やっぱ世の中こう生まれなんだよな、時代は。ドキッ。さあ、負けから一気に逆転していく。これが逆転オーストラリアだと。おっ、さあ夜明け来たんだが、まあ、一応雷撃部分は反射はできますが、まあ、X 地くんのかな。初手はいいとして、次手だね。あと X 何来るか。X 現逸とかだと、割とスキルコンボ、痛いからね。あ、普通でしたか。さあ、若干事故ってるか。ただ、のんびりしちゃうからな、これ。のんびりすると何がやばいかっていうと、夜明けのあの、色がね、がっつりと溜められてしまうよと。さあ、無理に X は来ずに、一回捨てていく。で、ゲイボとか来んのかな？リーノ6は。あ、だよね。うん。初手に、トモルくん捨てていくっていうことは優先しておきたいキャラクターいるっていうことなんで。だから、トモルとゲイボと、残り1枚、リュメットとか引いてるってことか？ S5 まで。じゃないとなかなか捨てないからね。さあ、色は炎炎、花々で若干寄っているんだが、まあ、これ X 打ちされて、やばいよと。あー。それでしたか。まあ、コンボ強いからゲイボは置いといてっていうことか。とりあえず。さあ、グノーナイス。これむずいね。まあ、一旦こうかな。が、しかし、もう一回 X 打たれて、罠消されつつだよね。で、グノーやってって、おそらく F の4に S5 万。あ、ここでもう打ってくるのか。うん、やっぱあれでしたね。トモル君とゲイボとリュミエットいたっていう感じか。楽しい時間を過ごそう。まあグノるんすけど、しかし局面がここですぐ無視してきて F の4もあるけど、一回角打ちもあるからね。まあいずれにしても F4 は打たれちゃうんで。さあ、とりあえずグノりましたが、おフィンフィン入ってた。さあ、相手の方 S5 万は全部使ったか。とりあえず、ということは響きとか宗次郎を F のあれに置いていきたいっていう感じか、相手は。さあ、ちょっと燃えますね、これは。あと、アベル怖えな。これ、アベル A の、2が結構燃えるんで。一瞬3枚燃えか。きついね。A の2十字がね、結構怪しいか。まあ、それから左、あ、そこは打てないか。どこだ？十字ポイントは、あ、一回、あ、そこだと、相手の方 F の4打てなくなるんで、まあ、若干助かるんだが、HP がやべえやと。つか、イクマ入ってましたね。さあ、こっからどうなるか。相手の方もう S5 もいなくて、トモルもいないんでしょ。あとは、ニルスはいなくて、
1万か HP ちょっときついか。バリアは一応いますが自利品なんで、あーそれ強いね。ちょっとこれは角はいけないかな。いてーさ、反射していく。さすがに角はいけねえな。罠も取られますしね。ここかな。ダメージ少しでも出していく。まあ取られるんすけど、きついか。一応バリア来た。まあ効果1万でしょ。今ちょっと A の4に行くか迷ったけど、とりあえずボスカヤのコンボスキルか意識のコンボスキル使えるんで、アタッカー引く必要あるな。メイピスかバイセだね。ここはおそらく耐えると思うんですが、どう来る？これ相手の方でも石消せねえよな。消すとなるとポルカコンボかあれが通るんで、ここは一旦物理受けてもらって、でも回復っていう手があるんで相手は。これどこ行く？そこか。まあまあまあ、色なんすか？回復？回復か。だよね。がっちり回復。メイティス引きましたが、ダブコンでいけんのかなこれ。2000とアタック3000、4500。石が3003。いやー、微妙だな。2枚返し。3000か。わかんないこれ。石どうだろう、消せんのかな。石は消せるね。あ、飛んだわ。オッケー。ギリギリでしたね。よし。ショテベルグはいいとして。苦しめてあげる。ヤタノロさん、こんばんは。あ、運営に動画出してバン。できるかな。まあ正直通報とかありますけど、あのガス抜きだとは思うんで、あれですね。まあ皆さんもね、あのもしさっきの方に出会ったらバンバンもう通報しちゃってください。問答無用で通報がね多いとバンされやすいと思うんで、さすがに。はるさんこんばんは、いつもありがとうございます。さあとりあえずコンボ封印できましたけど、名前ですか？名前はね、なんか、理不尽 PS なんちゃらかんちゃらみたいな、ゴミみたいな名前してましたわ。シアンかな？さてどう打っていくか。まあこっちですかね、一旦ね。なるほど、まあ普通か。取って取ってシアン動線開きます。あ、シアン動線っていうかシアンの左がコンボスキル開きますけど、まあ取りましょうか。なるほど。渡辺さん、スタンプオフインしないんです。あ、結構ね、ネタになるんで、スタンプオフインはしないですね、自分は。あ、そっちですか。ちょい面倒いね。一旦ポルカ置きますか。相手方、はるまるのコンボいつ使ってくるのか。まあ、一応ね、罠があるんで、相手もまあ、すぐには来ないとは思うんですけど、一回そうなりましたか。
まあ盤面詰めていくか。これダブコンですね、冷静に見たら。さあ一回バリア張りましょう。さあマンドラとハルマルとメルベともう一枚か。まあさすがにフェリグかな。んてかこれワンアンドポジション的にあれか、あのトリプルコンボっすね。さあこれがねバリアの、強みと。回復だとオーバー回復もあったりしてもったいないんですけど、それでもね、カチコリとフェルグ使ってきて、あとエスゴマいないか。1万、飛ばせるかな、これ。さすがにいけるか、まあ、ポルカもね、一旦残ってるし、まあ行きましょう。OK! お、さあ、バチョウちゃん、転結来た。永続バスバリア回復と違って対処しようがないから強いのかな。あーまあ強そうですね、確かにね。さあ後手番引いてきまして、初手はこの獣アウトかな。探検家さんこんばんは。ちょっとやっぱ X の香りしますよね。X 来てグノーを打ちますよと。ただシンプルにコンボスキルなくてもスキルでいかれそうだもんな。それやばいよね。さあ一回グノっていくんだが、ハルさんルルカイベント、ちょっと面白そうな。あ、なるほど、コマいると。最近トウヤ露骨に増えて、あ確かにね、トウヤはまあ入れないと、あの雷撃やばいんで。アーサーさんこんばんは。いでい。どうかして。さあこっから雷撃祭りだもんな。シープさん、あリッチルルカが永続のバリアと。なるほど、それいかついね。無人だ。さてどう打っていくか。むずいな。まあこうかな。まあコンボスキルザンク食らうけど、アルベルティーヌ永続じゃないんで、くさび生成するのは逆に使ってもらうか。さあザンク痛すぎ。楽しい時間を過ごそう。トウヤか、トウヤも来たいけどね。さあポルカ置いといて、バリア欲しいね。まあ、ポルカも強いんですけど、相手の方はどう来る。 F の2かな。あでも F にはあるか。 F の2は F の1からか。まあでもちょコンボスキル今のところ結構全部出払ってる感はあるんで。うんうんうん、そこですか。まあこれは左上 X かな。バリア欲しいな。いい手で。お、バリア来ましたか。これ遠矢置きかな。いや飛ばしてえな。いやちょっと分かんなかったな今。
今め、バイスメイディスで消えてたかな。一応バリア3号持ってるんで。しかし鎖結構あるね、なんだかんだ。これ回復は ありますけど、うん、だよね。それでやってくるんで、でここでバリアだな。火力はね、次で相手飛ばす気満々なんで。あ、てか、うん、どうだ、ちょっと待って。いや、これ飛ばせるか、ティスで。うん、いけそうだね、メイティスで。マゴマ少ないんで、ちょっとシアンコンも弱いんですよね。バリア張ると、バリア張ると6000か。いや、6000は飛ばされるな。まだこいつ残ってるもんね、あとなんちゃらが。で、これ飛ばせなくてもね、一応これ相手罠駒取れないんで、物理でいかないといけないですからね。まだ飛びやすいと。オッケー。面倒な。さあ、ナルダルですか。あ、ニヌルだね。まあ、いれば当然やりたいんですけど、いないんで。実を言うとね、あの、一回チャンネル登録者数ね、あの、7500人突破したんですけど、そっから下がっちゃったんだよ、また。達成自体は今から、約10日ぐらい前に、行けたんですけど、そっからね、あの、ガンガンと減ってしまったんで、ぜひね、よろしければ、またお願いします。覚悟はいいかしら。お、これはちょうど良きのヴェルグレーで。苦しめてあげる。オッキー。さあ、何タイプかな。あー、竜獣なんかな。ちょ、竜獣だとやばいね。そっち来ましたか。まあ、シアン置きますか。さあ、竜獣だと何がやばいかっていうと、燃えますよと。うんうんうん、 X ブチ一旦ね。楽しく戦えればいいけど。さあ、空風の凛来ましたが、これはコンボ封印ですかね。まあ、そんな焦ってやんなくてもいいけどな。まあ一旦ね。結構ミールナル強いんで。カチコリとコンボ封印で、これで相手の方がどう来るか。冷静に、冷静に F の3あたり。ああ、十字火炎タイプか。これは怪しいね。燃えるね。さあ、燃える闘魂になっちゃったか。ただ局面取ればいいけどね。まあ取れるかどうか。バイス置きましょうか。さあ、まだ1枚燃やされなんで、なんとかなってますけど、ここからガシガシと燃やされますからね。さあ、やっちゃえ、チプー。これは打つとこ間違えないようにしないと。しかし燃えるな。さあ、ここからね、相手の方、3000の、あれが来るから、まだオーラ引かれてないのがマシですね。ここも十字あるからね、B の6。治安動線通るんですけど、ああ、殴っ、ん？これはでも、ああ、飛ばしに来たってことか。バリアかなー。耐えきれるかどうか。バリアすかね。あと2手か。あー、でも耐えきれそうだけどな。これ相手の方 F の5置くともう一回バリア張れるんで、一回、まあ、バイスの右を置いてくると、あ、バイスの右が左に来ると思うんですけど。でもう一回空風林。あ、そこもあんのか。そうか。いつもと流れちげえのか。しかもコンボ封印でシアン行かれたわ。痛え、それ。母
なる海の壁。そうか、じゃあダメージで出すしかねえか、これ。フルフレアもいるしな。でも行くしかねえな。俺から行くね。3900耐えるか。フルフレ打たれてごっちり回復されるよね。おお、大ロック。逆にこれは今んとこメイティス出せますけど。楽しい時間を過ごそう。うーん、そうなっちゃったか。ギリ足りるか、これ。ギリ足り、ギリ足りなくてもこれ相手罠駒取れないからね。ギリギリ大ロック、ちょっとびっくりしたわ。